こんにちは、マリアージュ賃貸の藤井です。住宅ローン払ってますか？吉野家行ってますか？はい、今回はですね、横浜市西区浅間台、もう都会横浜の近くにある、ある意味秘境の物件ですよ。そちらをご紹介していきたいと思います。はい、ですね、この辺の物件はね、5、6000万するんですね。なのに1380万、めっちゃ安いじゃないですか。すごいですよ。これはいいと思いますよ。これはいろんな活用方法があるので、ぜひぜひ、動画などを見ていただければと思います。はい。で、今ね、外観というか外ね、道歩いてきてるんですけども、本当にこの後ね、室内もお見せすることできるんですけども、そちらも拝見していただければと思います。まあ、投資物件ではあるんですけども、民泊とかね、そういったことにも活用できるんじゃないかなと思うような物件です。はい。まあ、リフォーム費用はね、かかるとは思いますけど、結構かっこよくなるんじゃないかなと。室内見ていただければ、ちょっと納得していただけるような作りでもあったりもします。で、間取り図です。はい。間取りはね、まあ、こういう形で、そんなにお部屋がある豊富な感じではないんですけど、まあ、大体 3K みたいなイメージ、 3K、 うん、そうですね、 3K っていうイメージですかね。はい。この後室内の方見ていただきます。それでは室内をどうぞ。はい、森屋賃貸の藤井です。住宅ローン払ってますか？日本ハム好きですか？ということで、室内の方に入ってきました。めちゃくちゃ室内渋いですよ。結構好きです、私。これいいですね。板張りですよ。確かに板張りですよ。いいですね。なんか気に入っちゃいました、ちょっと。私は気に入ってもしょうがないっていう話もあるんですけど。いいですね。なんか隠れ家的な感じで、ね、これはいいとして、でまずお部屋紹介していきましょうと思います。はい、和室ですね。まずね、まあ、荷物が多少あるかなっていう感じです。で、和室入って左に行きます。こちらも板張りでね、かっこいいですよ。ただ、まあ、板張りはかっこいいんだけど、このままっていう、この部屋はね、でもしっかりしてるんだよな。電源工だと思うんですよね。いや、すごい、かっこいいですよ。もう一部屋ぐらいあればな、なんかこう、まあでも、まあ考えようには、ちょっと投資物件は投資物件なんですけどね、横浜駅から徒歩大体15分から20分ぐらいなんですよ。だから、インバウンドの方というか、旅行客向けにそういった風にやっても私はいいのかなと思ってます。それ可能性ちょっとある物件だなってちょっと思ってるんですよね。いや、かっこいいかな。現状はちょっとこういう感じですね。まあ、2階もあるんだぜ。2階もお見せします。ここキッチンです。まあ、キッチンがね、コンパクトなサイズですけどね、悪くないと思うんですよね。別にこのぐらいでいいと思うんですよ。ただね、この物件のちょっと考えようによっちゃ、そういう方式の方がいいって。これトイレ、まあまあ普通にトイレだよ。これはいいとして、これね、簡易的なお風呂なんですよ。室内にない、一回出なくちゃいけないんだよね。これね、水上もないし、まあこういうところにちょっとしっかり敷居を作るにはなんなりしなきゃいけないとは思うんだよね。困るとステイしてもらうのにもいいかなと思うんだけどね。ちょっと横浜駅から歩くと15分20分ぐらい、外国人もちょっと受けるかなと思うんだけど、まあ普通に投資物件としてもいいんですよ。
お、30アンペアです。30アンペアあ、でもまあどちらにしてもちょっと40に上げといた方がいいかな。最近やっぱりね、いろいろスマホ充電だったりとか、で電気をね、コンセントたくさん一気にバッて使う人たくさんいらっしゃるので、パソコンもそうですしね、あのやった方がいいかな。じゃこのまま2階にちょっと上がっていこうと思います。ちょっと階段急ですけども手すりがあります。はい、見て、あ、ここ低い、頭、私身長低いので頭ぶつけました。相当低いってことですね。よいしょ、ほい、あ、天井結構ね低いかな。私が手を伸ばして、私身長163なんですけど、こう手を伸ばしてこう触れますからね、こういったら触れるぐらいなんで低いってことですよね。結構ね、身長高い方だとちょっと、まあでもそうね、180ぐらいある人だとちょっと低いね、って思っちゃうだろうな。まあこれ取っちゃえばね、別に高くすることはできるんだけど、結局こういう枠組みみたいのがね変わっちゃうから、まあこういうのは全部外さなきゃいけなくなっちゃうんでね、この柱はいいと思うんだけど、だからちょっとね、やり方に次第で天井高くすることは当然できるんですけど、取っちゃえばあんまり高すぎんでもね大変なんで、これでもこれはちょっと低すぎるかなとは思うんですよね。まあ日本人はね昔身長低いからそんな気にならないんでしょう。気にならないからね、いいと思うんですけど。お、これ何ですかね。収納なのかな。おお。何これ。あ。え。え。あ、収納みたいになってる。収納なってるんだこれ。ああ。なんか何とも言えないな、なんか。開けた瞬間ちょっとね、変な、なんかあったら怖いなと思ったけど、まあまあ大丈夫でしょう、そんなことはないと思うんで。お、横浜高校のファンの方だったんですかね、松坂大輔さんですよ。しかもなぜか投げてる時じゃなくて打ってる時だよね、これ。松坂さんですね、これね。なんでだ。まあね、バッティングもいいですからね、すごい、非常にね、まあまあいいと思います。はい、はい、横浜駅から近い狭小住宅を今回お伝えしました。結構私、いいと思いますよ、このお家は。いろんなことを考えられるようなお家じゃないかなと思います。はい、そんな感じです。いつもご視聴ありがとうございます。もしよろしかったらチャンネル登録も